やっほー、スバの師走たんだよ。雑談していく。新年明けましておめでとうございます。でまあちょっとだいぶ経っちゃったんですけど、今年はね、頑張りますいや、いつも頑張ってんだけど、去年以上に今年は頑張ります。はい、いや、よろしくお願いしますちょっとね、今週は金曜日俺いつも仕事ないんですけど、ちょっと人手不足、職場がね、人手不足がどんどんひどくなっていって、でその代わりに出勤しなきゃいけなかったりしましてですね、ちょっと疲れておりまして、で夜勤終わって帰ってきて、さっきご飯食べたんですけど、それからずっとスマホというかタブレットいじってたら寝れなくて、なんか全然寝つけなくて、動画見てたりね。なんか今日はちょっといろいろ雑談しようと思います。眠いんだけど寝れない、なんでだろうね。眠いんだけど寝れない、どうしてですか？年のせいですか？つい先月33歳になりました。ふわぴわぷでーぷよろぴこねぷなぷ、眠いよ、もう。一応動画撮影するから、一応これ、なんかワイシャツっぽいの着てみたけど、さっきまで、ただの黒い、ヨレヨレの何でも着まくってる T シャツ、さっきまで1枚だけ着てた感じ。で、最近ちょっと動画の投稿数がめちゃくちゃ少なくて、すいません。申し訳ないです。なんか、ちょっと生産力が落ちてます、僕、最近。なんででしょうね。いやー、まあ、こういう時期、まあ、なんで、まあ、当初からね、活動当初からあったんですけど、毎日投稿って言ってるけど、なんか、投稿しない日もあれば、ね、急に3日間投稿しなかったりとか、そういうことは何回もあってですね。いやー、でもちょっと最近は本当に、さらにペースが落ちてきちゃってたと。ちょっとやばい感じですね。スランプに落ちてるかもしれない。でもネタはね、考えてるんですよ。ネタは考えてて、ちゃんとそのメモして、スマホにメモしてあるから、あとはそのネタを形にして、こう、発表するだけなんですよ。アウトプットするだけなんですよ。で、そこが一番無重カピーンですよね。なんか。いや、でも、頑張ります。大丈夫。まあ、俺なら、結局、なんだかんだ俺やっちゃう人間だから。なんだかんだね、追い込まれたらね、やるんですよ。なんでもかんでも僕って。できちゃうので。そんなに心配してないけど、でも最近だらけすぎだろう、お前。で、ペシンペシンって、自分で心の中でペシンペシンしてます。んで、なんかその雑談動画もね、本当はさ、なんか毎日1個くらい撮りたいって思ってるんですけど、なかなか、いざ撮影しようと思うとね、あれ？俺何話したかったんだっけ？ってなんかね、浮かばなくなっちゃうんですよね。何なんだろう？これ昔からあるんですけど、その話したいことって俺あるはずなんだけど、いっぱいあるはずなんだけど、いざよし、じゃあ記録しよう、動画撮ろうって思ったら、なんか全部忘れちゃうんですよ。飛んじゃうの。あと人に会ったりすると、なんか、あれ？俺話したいことなんかあったっけ？いや、なんか思い出せないなーってなっちゃって。そう。誰かに話そうとしたり、こうやって動画に撮ろうとすると、話したいこと忘れちゃうんですよ。それってすごいもったいないなって思うし、なんか、話したいって思った時の自分のその感情を、ないがしろにしてるなって。なんか、そういうのもちょっとあれなのかなって。セルフネグレクトなのかなって。なんか今日はちょっと雑談なので、ちょっと急になんか、専門用語っぽいこと言っちゃうかもしれないです。すみません。なんか、専門用語というか、急になんか横文字が出てきたり、意識高い系の用語が出てきちゃったりするかもしれない。で、話したいことを、俺思いついたんですけど、話したいことをいざとなったら忘れちゃうっていう現象をどうにかしたくて、あ、そうだと思って、俺ツイッターの、あ、いや、X か。X の、もう一つのアカウントあるんですけど、裏垢、まあ、いわば裏垢って言えばいいのかな。でも、これ
2011年10月から使ってるアカウントですね。もう13年、今年で13年経つ。すごい、ね、息の長い古いアカウントなんですけど、そっちの方でね、暗いことつうか、プライベートでもないな、なんて言えばいいんだろう。まあ、意識高い系みたいな。全然その、ね、誰からも共感得られなさそうな、もう本当にブツブツ独り言言ってるだけの、なんか、まあ、一人よがりな裏アカウントなんですけど、そこにその、話したいことをメモすればいいなと思って。で、後でこれ見直せ、その、動画撮るときにこれ見直しながら見ればいいじゃんって思って、思いついたんですよね。というわけで、早速、見てます。あ、そうそうです。AI だ、AI。そうそう。最近その、生成 AI がね、どんどん発達していって、もうその、速度がどんどん、ね、あれだと、早まってると。でも、いずれその人間、生身の人間が出る幕がないんじゃないかと、思ってですね。で、俺もその、そろそろ、音楽ソフトを新しくしたくて、今、キューベースっていうね、音楽編集ソフト、アプリ使ってるんですけど、それを最新バージョンにアップグレードしたいなと思って。でもなーってなんか最近は AI がすごいから、なんか AI で作曲するやつとか、AI で、なんか僕の姿、なんかさ、僕を素材にして、なんか AI で、そのもっと拡張したいなと思うんですよね。なんか、俺に好きな格好をさせたり、あとそのなんか、どっかの山とか、宇宙とか、もう好きなとこに行かせて、こう、そこにいるみたいにさせるとか、なんかそういう風に使いたいんですよね。なんか他人の作品をパクるみたいな感じで AI 使うんじゃなくて、あくまで自分の能力とか自分の姿を、こう、その拡張というか強化するために AI 使いたいなって思ってるんですよね。生成 AI すごいなって思って、チャット GPT とかもちょっとね、昨日というか今日久々になんかいじってみたりして、その AI を活用してマネタイズし年収250万円で生活するにはどうすればいいですかって聞いてみたんですけど、あ、これチャット GPT じゃねえや、Bing AI だ、そう Bing の方にもなんかその、そうだね。そのチャットサービスみたいなのが出てきたから。AI を活用してマネタイズする方法は多岐にわたります。例えば以下のような方法があります。バーチャル彼女、チャットレディ、絵本、占い、って、なるほど、と思って、俺、自分では想像もつかないような AI の活用方法の提案が出てきて、あ、やっぱ AI すげえなと思って。AI。バーチャル彼女、AI 女性を作成し、チャットボットサービスを提供することで年商5億円を稼いだ例もあります。みたいな。チャットレディ、顔をベースにした生成 AI を集客に活用して、月に100万円以上稼ぐチャットレディが増えています。絵本、生成 AI を使って絵本を出版し、月収100万円以上稼いだ例もあります。これなんか俺、いけそうだなって。なんか、僕って結構カワピー芸風じゃないですか。だから絵本とか作れちゃうかもしんないなと思って、もしかしたら。ね。で、占い、チャット GPT を活用した占いで、月に140万円から500万円稼いでる人たちが続出しています。ねえ。いや、これからマジで本当、その AI を使って自分の能力を強化していかないと、絶対置いてかれるなと思って。ねえ、できたいですね。なんかやります。はい。なんか利用します。まあでも、俺のやってることって下ネタじゃないですか。まあ、いつもはそのお上品な音楽って言ってるけど、要は下ネタじゃないですか。下ネタの領域ってまだ AI はそんなに来てないなと思ってて、下ネタっていうかその、音楽プラス下ネタっていう領域はまだ来てないなと思ってて、そこはまだ僕の方が勝ってるんじゃないかなと思うんですよね。ただでも、そんなに認知されてないから、まだ発掘されてなくて、いつかその日の目を浴びる日が来るんじゃないかって思ってるんですよね。僕の作風が、あ、この人は AI に勝つぞみたいな、AI じゃ作れない、AI じゃ再現できねえ音楽性だみたいな、こう注目を浴びる日がある日突然来るかもしれないっていう都合のいい期待をね、都合のいい期待をしながら、なんか、いつも一人寂しく働いて、チクシク、寂しく、あ、やだやだって絶望している毎日でございます。で、その、今年、あと2ヶ月半くらいで、10年勤めた職場を辞めるんですけど、
で、その後どうしようかなって感じなんですよね、考えてて。バイクですね。で、とりあえず、もう何も思いつかなかったら、Uber Eats の配達員やろうかなって考えてて。うん。一応バイクも持ってるからね、その、できるなぁと思って。で、その Uber Eats って、要はその、配達をした分だけ報酬もらえるっていう感じで、で、今僕が働いてるのって時給労働なんですよ。もう時給労働がもう嫌で、辞めたくて、離れたくてさ。で、かといって月給労働も嫌だなって思うんですよね。結局そのフルタイムで働かなきゃいけないじゃないですか。そう。時給労働も脱却したくて、なんかその時給1時間働いてる分をさ、もっと YouTube とか音楽活動に回したいなってのもあるし。で、その Uber Eats とかのそういう仕事って、要はその成果報酬型って言われてて、そう。成果報酬型の労働って自分もしか、どうだろうなって俺、向いてんのかなって、案外いけんのかななんて、まあ、試してみないとわかんないから、ね、今まで10年間時給労働しかやってこなかったけど、まあ、挑戦、人生は挑戦した分だけ豊かになると思うので、ね、可能性が開けていくと思うんで、はい、試してみたいと思います。はい。にゃん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 。で、あとはなんか喋りたいことあったっけ？いろいろつぶやきをね、見てるんだけど。たとえ自分の音楽作品が AI の学習に使われても構わないと思っている。そうなったらまた新しく生き方を考え直せばいい。重要なのは生存、収入、時間、快適な環境があることだから。うん、そうだね。まあまあまあ、そうそうそう、重要なのは生存、収入、時間。まあとにかく俺はね、そう、自由が欲しいんですよ。うん。嫌なことしたくねえから。かといって、その、まあ、自由でその、嫌なことしたくない、楽しいこと、やりたいことだけで生活したいって思いつつ、で、まあ、それプラス、なんか人の役に立ちたいっていう気持ちもあるんですよね。その人の役に立った時に、なんかその自分の心の一部が、その、普段その自分のためだけにお金使ってて、その、サイゼリア行ったり、マック行ったりとか、そういう自分の、満足のためにお金使う時とは違う部分の心が満たされるんですよね。この間、募金したんですけど、寄付したんですけど、その寄付のために、人のためになんかお金を使ったって、こう実感した時になんか普段とは違う部分の心があったかくなってですね。あ、俺にもそういう心まだあったんだなって。なので、人の役に立ちながらお金稼ぐっていう喜びは、変わらずあるんだなぁと。まあでも今やってる仕事はもういいかなって、ちょっと正直もう限界ですっていう感じですね。もう嫌です、もう嫌ですっていう。人の役には立ってるんだけど、なんだろうな、あんまり心があったかくならないです。自分の辛さの方が勝っちゃってる、今の労働は。なので、ちょっと変えます。仕事は変えます。タワマンより完全防音ハウスに住みたい。俺の地元に全然ないのが悲しい。同じ県内にはあるが。うん、そうなんだよね。そうそう。タワーマンションもね、憧れるし、すごいいいなって思うんだけど、それより俺は歌やってるから、その、24時間いつでも好き放題大声出せる環境が欲しいんですよね。タワマンって、多分、そんなに防音じゃないと思うんですよね。むしろ隣近所の音が気になったり、あとは自分が騒いだり、ドタバタしたら、隣近所からクレーム来るみたいな、そういうタイプの、住居だと思うんで、俺みたいな音楽家はタワマンに住むことは、あんまり向いてないんじゃないかなと。それよりかは、防音の設備を整った物件に住むのが、ベストっていうか、それしかないでしょっていう感じですよね。で、俺の地元に全然なくて、そういう物件が。で、あるのが、まあ、俺神奈川なんですけど、川崎市とか、そう、音楽大学の近辺とかね、そういうところに防音物件が集中してるんですよね。そうそうそう。なので、まあ、ゆくゆくはそっちに引っ越す必要があるのかなってね。うん、横浜とかにもあるのかな、やっぱ、防音物件。
横浜川崎あたりにしかないよな、やっぱな。はい。他になんかつぶやきたいことあったっけ。久々に夜勤前にシャワー浴びずに出勤した。昼間に浴びた。思えば学生の頃って夜シャワー浴びて寝て朝はうんこして一日が始まってたから、今考えるとまあまあ汚ねえなって。そうだね、今考えると。そう、俺学生の頃朝家でうんこして、でそこでこう一日が始まってたから、で自転車で登校してね、だから朝っぱらからもう俺の肛門汚いんですよ、うんちしてるから。なんかその状態でね、3年間過ごしてたって今考えるとなかなか汚ねえなぁと。で今の方がその仕事の直前にシャワー浴びてるから、肛門も綺麗なんですよ、股間も脇も口もね、歯磨いてるから綺麗なんですよ。だから今の方が清潔なんじゃないかなと思ったりして。でも太ってる、昔より太っちゃってから、その太ってこう脂肪が、老廃物、脂肪が体に溜まりまくってるっていう点では、今の方がちょっとあれかなって、良くないかなとは思いますけど。他に、自転車操業だけどやってればめっちゃ稼げるっていう状態がベストだな。何もしなくても勝手に稼げるってなったら絶対堕落して廃人になるんで、今は自転車操業プラスそんなに稼げてないからなかなかきついフェーズ。そうなんだよ、そうなんだよ。理想は何もしなくても勝手にどんどんお金が入ってくるっていう、なんかなんでしょう、資産持ってる人みたいなね、そういう生活は理想なんですけど、でもそこまでいっちゃったら俺完全に何もしなくなって、1日12時間とか平気で寝ちゃって、で今よりさらに太っちゃうんだよ、絶対に。で廃人になる、堕落して廃人になっちゃうから、それだったらまだその仕事は忙しいけど、やってる自分がやりたいことで楽しくて、でやればやるほどめっちゃ稼げるっていうのが一番健康かなって、うん、多分その頭もその老化を防げるだろうし、ね、長く元気でいられるかなって、現役でね、その方がいいなっていう話。基本ダラダラ怠ける癖のある自分がどういう条件でスイッチ入ってテキパキ行動できるのか理解しなきゃなって最近思う。人生進めるのに重要、自分で自分のこと分かってなさすぎる。それだね。そう、たまになんか急にスイッチが入って、あよしやろうってこう急にテキパキ行動できる瞬間があるんですよ、たまにね。それ動画作りだけじゃなくて、仕事中もたまになんか急にスイッチ入って、おーよしやるぞやるぞ、あこれとこれやって、よしこれやって、よし終わった、次あれやろうって急にテキパキ動けるようになって、で気がついたらあれいつもより早めに仕事終わってるみたいな、そういう日がたまにあって、でどういう条件が重なったらそういうスイッチが自分の中に入るのかなって、もっと分かっておきたいんですよね。でもまだ判明してない。ね、どうすれば分かるんだろうね。そういう特定の条件かというかね、特定の行動とか何かトリガーがあるのかもしれないですね。チンチン。お尻。他になんかある？働きたくなさすぎて次の仕事探す前にアフィリエイトに手を出したくなってきちまう。本音ぶちまけてるね。そう、今のところはウーバーイーツが有力なんですけど、なんかそれよりももっとなんか家でさ、インターネットとか AI とか活用して稼げる方法を見つけたらそっちやるって感じかな。アフィリエイトもね、なんか、そうそう、少しは興味ある。ほんと。1% ぐらいは興味あります。でも、やるかどうかわかんないけど。うん。他になんかつぶやいたことありますか？人助けは最初から騙されることを覚悟で引き受けるぐらいが気楽でいい。今回はガチで困ってた方だったのでお助け申した。そう、この間ね、仕事中にちょっと急に来てですね。急にお客さんが来てですね。そう、今までにない、ちょっと
ちょっと急に困ってるんだ、助けてくださいっていうね、今までにない、そのヘルプ、SOS があって、いや、どうしようかな、これちょっと怪しい気もするんだけど、どうしようって悩んだ末、騙されてもいいやと思って引き受けました。で、そしたら、ガチで困ってる人でした。あ、よかったって、なんだろう、ガチで困ってる人でよかったってなんだって感じですけど。で、それプラス、助けることができてよかったなって、うん。なかなかね、もう、いろんなところ回ってってきたんですけど、なかなかみんな、OK してもらえなくて、つって。やっと君が引き受けてくれて、もう、神様ここにいたって すごい言ってもらえて、あ、なんか、満たされました。よかったって、俺はそのね、その、他の人たちとは違う、俺は人助けできる人だったんだって、ちょっと、自己肯定感が満たされましたっていう話でした。いい日。ほんとセルフレジ最高。いつも空いてる。慣れれば率先してセルフ使うようになる。うん、これはね、そうそう、前々から思ってたんですけど、そうそう、イトーヨーカ堂とかね、イオンとかさ、セルフレジあるじゃないですか。まあ、コンビニとかあるか、都会だったら。セルフレジね、全然並んでないんですよ。いつも空いてるんですよ。みんなやっぱりその、有人レジの方に並ぶんですよね。なぜかは。そう、その理由はわかるけど、俺もね、数ヶ月前まではセルフレジあんま使ってなくて、で、ここ最近セルフレジを、いつも並んで、全然人並んでないから、こっちの方がいいじゃんと思ってセルフレジを使うようになりました。その抵抗がかなりなくなってきた。そうそう、現金しか使ってないけど、現金しか使ってないから、その現金 OK のセルフレジしか使えないけど、でも本当にね、なんとなく、抵抗がある人って、要はその、なんか、監視されてるから、なんかそれ見られてるのが嫌だとか、その、自分は万引きしてないのになんかその万引きの疑いかけられたら嫌だとか、そういうのが嫌だっていう、だと思うんですよ。俺もそういうふうに考えてたから。でも、いざね、やってみたらね、もうなんかその、もうだんだん慣れてきます。なので、みんなもね、セルフレジ使おう。マジで空いてるから、そっちの方がいいよ。最近ちょっとね、サプリメント買ってみたんですよね。マルチビタミン。多分俺の食生活で足りない栄養って多分ビタミン系だろうなと思って。そう、DHC のね、マルチビタミン買ってみて、60日分のやつ。それで、もう3、4日ぐらい、1日1粒だけ飲んでますね。なんか体変わればいいけど、栄養が偏ってて、それで、俺なんか最近つうかもう何年、ここ何年も背中とかめっちゃ痒くて、かきすぎて、かさぶたできたり、ブツブツできたり、なんかもう、背中とか首とかさ、胸とかも痒くてさ、毎日、足とかもね、太ももの裏とか、股間も痒くて、頭も痒くてさ、なんか、なんだろう、俺の体どうしちゃったんだと思って、まあ、多分原因は、脂質の取りすぎで、まあ、脂肪分の取りすぎで太ってこんなになっちゃったから、なんかそれで、その脂肪が原因でなんかから体に炎症が起きてるのかなって思ってるんですけど、まあ、とりあえず、ビタミンは絶対足りてないなと思ったから、ちょっと買ってみました。で、1日1粒飲んでますっていう話。ビタミン。はい。テレビアニメ、妖怪ウォッチ放送10周年。ね。10周年。2014年放送開始だって。うわぁ。俺がその大学卒業してからもう10年、11年経っちゃった。10年。そんな経っちゃったのか。まだ、なんか学生の、なんか、その大学生の頃の記憶を振り返ると、つい最近のことのように感じるんですよね。まだそんな5、6年くらい前のことに感じるんだよね。やばい。なんでこれ。おなら、お尻、チンチン。おお、なんだ、今日祝日か、カレンダー見ないから知らなかったって、最近カレンダー全然見ないんですよね。俺曜日固定の仕事なので、もう明日何曜日、あ、今日は何曜日だから休みっていう風にしか見てないんですよね。そう。だから祝日がいつなのかもう全然把握してなくて。そうそうそう。っていう、どうでもいいお花っぴ。どうでもいいお花っぴ。でもいいお花ピーなんかあ話変わる。なんか本当転職の広告ばっかりだよなって、
そうだね。最近な、ほんと広告がね、転職エージェントみたいな、そういう広告ばっかり。ほんとにほんとに。マジで転職を促してるよね。儲かるんでしょうね、転職を斡旋すると。で、なんかその新しいプリキュアが、なんかそのみんな仲良しっていうのがなんかキャッチフレーズらしくて、これなんか、なんかこれからの時代を嗅ぎ分けてるなと思ったんですよね。なんかこれからの人って、その他人といかに揉めないことが重要。揉めないかが重要って、みんな仲良しっていう、そのいかに喧嘩を防ぐか、いろんな人、まあ、常にどんな人とでも仲良くできるかっていうところが結構その、快適に生きていくための鍵らしくてですね。うん。だ僕もそういう感じで、なるべく誰とも衝突しない、誰とも揉めないような生き方っていうか、接し方をね、その尖ったことを言わない、尖らない、対立しようとしない、文句言わない、みたいな感じで。なんか文句言いたくなったり不満があったら、黙って離れる。そういう相手がいたら。そういう感じで生きていこうと思ってますね、僕も。なるべく他人と揉めないこと。これが結構、この先快適に幸せに生きていく上で重要らしいです。皆さんも気をつけてくださいね。うん。他人と揉めないのが大事らしいです。うんち。X を開く。英知な絵を見つける。タップしようとすると突然タイムラインが更新される。先ほど見つけたエロ絵には二度と出会うことがない。これわかるわ。これさ、でもさ、結構前からなんだよね、これ。タイムラインが勝手に更新されて。なんかその、まあ、その英知な絵に限らずさ、その気になったポストとか見ててさ、これ読んでる。なんか読み始めようと思ったら、プッてなんか消えちゃって、さっきのどういったのちょっと見つかんねえんだけども、再編役っていうのがこれが多くてさ。これいつになったら改善されるのかな、ほんと。マジうんち。ペニスお尻バギナ。ねえ、うんちうんちうんち。マクドナルドのクーポンで10円引きのやつがあってさすがに笑った。メリット薄すぎでしょ。やばくない？何マクドナルド、10円引きクーポンって何？全然メリットがない。クーポン、そんなに使う意味ないじゃんっていうね。そう、びっくりしちゃった、この間。そう、っていう話。マックのスマホアプリクーポン。何10円引きって。ちょっと前までさ、マックフライポテト L サイズが通常価格350円が190円みたいなクーポンあったんですよ。190円。2個まで190円。っていうことは380円で2個食える。L サイズ2個食えちゃう。っていうクーポンあったのに、最近全然なくて、それが。なんか、ケチンボになってきた。ケチンボだ、みんなケチンボ。っていう話。何10円引きって。本当にね。本当に。キラキラ光ってる遊戯王カードを手に入れただけで満たされて幸せだったあの頃に戻りたい。そうだね。そう。なんかウルトラレアとかシークレットレアとかスーパーレアとかあったんですけど、もうとりあえずそのカードが強いかどうか関係なく、使えるカードかどうか関係なく、とりあえずキラキラしてるカードを手に入れられた俺のものだってなっただけで、すごく喜んでたし、幸せだった。あの頃は本当に幸せ。その頃に戻りたいっていう感じです。そういえば夏に風邪ひいて味覚死んでたけど、いつの間にか元通りだな。うん、元通りになってました。そう。いや、やべえ、このまま俺味覚死んだままなのかなってちょっと不安だったけど、普通に戻っててよかった。しばらくね、サイゼとかさ、ラーメン食ったり、サイゼでハンバーグとか、ピザとか食ってもね、全然味がわかんなくて。そう。去年、俺風邪ひいたじゃないですか。和室に引っ越して、なんかその、幽霊のその呪いかわかんないけど、ね、風邪ひいてたじゃないですか。ダウンしてたじゃないですか。あの時味覚が本当に死んでて。ね、食べる喜びが死んでたよ。失われてたよ。よかったよかった、治って。雑談だよ。寒い中のバイク安すぎて、ついに5枚から6枚着込んじゃった。
やばいです、今。6枚着込んでます。仕事行くとき、通勤するとき。シャツ、シャツでしょ?シャツ、長袖のトレーナーっていうのかな?長袖、長袖4枚か。T シャツの、T シャツ着た後、その長袖4枚をもうすでにこう合成してるんですよ、自分の中で。長袖4枚をこう着て、で、その脱ぐ時にそれ一気に脱げば、その全部がこう合体したままじゃないですか。もうそのままにしといて。これやってる人いないですか?やってる人いたら、あ、それ俺はやってる、わかるわかるってコメントください。で、それで、その T シャツでその合体したトレ、長袖4枚着て、で、その後にジャンパー。ジャンパー、一番上にね、アウターを羽織ってっていうか、それを着て、で、ネックを回して、で、この口元まで隠して、ここまで覆って、ここ首元も寒くないようにね。で、それでバイクで通勤してるんですけど、まあ、それでも寒い。で、ズボンもね、2枚履いてる。2枚。仕事用のズボンと、その上に、分厚いズボンを履いて。でも、ここまでしないと、いや、ここまでしても寒いからね。普通に。で、手袋も二重だし、ダブル。手袋なんか特にそのね、二重にしてもね、全然手が凍えちゃう、かじかむ。ちょっともう手が荒れてるもん、なんか。やばいでしょ?霜焼けっていうのかな、これな。なんかそのカイロをね、カイロをさ、手袋の中に仕込みたいぐらい。ほんとほんと。です。最近さ、何々で好きっていう構文がさ、どんどん出てきてないですか?ちょっと前までは何々で草とか、何々でエモいとかさ、そういう、つぶやきが多かったけど、最近は何々で好きっていう、好き、この、最後に好きっていうのを持ってくるのが、その皮肉の意味でも使ってる人が多いですね、最近ね。皮肉というか、バカにしてるような、意図で使ってる人も多いですね。〇〇で好きっていうのをつぶやいていた。最近思うけど、外でニコニコしてたり余裕ありげな幸せそうな顔してる人、金持ちとか地主みたいな人しかいない気がする。多くの人は常に不安を抱えて何かにイラついててギスギスしてる。はいですね、最近思うことですね、僕、うん、ね、なんかいろいろ察してしまうんですよ、人間観察してると、うん、なんか大体ゆったりとしてる人はなんか資産家だったり投資家だったり金持ちだったり地主だったり結婚してたり立派な家持ってたりね、そういう人なんだろう、そういう人っていうイメージがありますし、はい、お尻、最近のヒット曲ってどれもなかなかいいところある。平均的なクオリティやキャッチーさが高い。10年くらい前だと耳に残る当たり曲とすぐ忘れる外れ曲がはっきりしてたような気がする。今はどんなリリースもいいじゃんという感想になる。うん、これはね、なんか最近思った。俺がそのポップスを聴く時の耳が変わったのかわかんないけど、スタンスがね、変わったのかわかんないけど、なんか10年くらい前のなんか J-POP ってなんかその、もう全くなんかもうすぐ忘れちゃう、全然印象に残らないみたいな曲があったり、その大ヒット曲みたいなのがあったり、これなんかこの落差があったなっていう気がしたんだけど、なんか最近の曲どれもいいなって、もう新しいリリースの曲聴くたびに、あ、これもなかなかいいじゃん、あ、これもいいじゃん、これなかなかいいじゃんって、もうなかなか全部なかなかいいんですよ。もう平均値が高い、なんかみんな偏差値高いっていうか、そのなんて言えばいいんだろう、もうその60点超え70点超えの曲をバンバン出してくるみたいなの最近よく感じますね。やばいやばい。まあ、うん、全体的にすごいレベルが上がってるなって感じます。音楽業界。はい。多分死後かもしれない。徳の塔に。徳の塔にってね、死後なのかな。なんか俺も、なんかふと思い出したんだけど、うん、最近使ってないなと思って。はい。そんな感じかな。そんな感じかな。金稼いでどうする、欲しいものすべて手に入れてどうする、願望がすべて叶ってどうする、そう考えたら人生自体がぐだぐだに思えてくる。
けどせっかく安全な国に生まれたならやりたいことやり尽くすぞ。これの無限ループ。これはね、結構もう何度も何度も考えることですね、俺。そのやりたいことやって、やり終えたらどうするのみたいな。ね。金持ちになってどうするのって。すべて、自分のやりたいことすべて叶えた後どうするのみたいな。こと結構自問自答をね、することが多くてですね。でも結局、何やったって結局最後は死ぬじゃんっていうね。そういうなんか哲学してみたりとか、そのちょっとニヒルになってみたりとかね、するんですよね。宇宙のこと考えたり。自分なんてね、ちっぽけな80億人いる人間のうちの一人に過ぎないとか思うと、すごく、ちっぽけだ、虚しい、どうでもいい、みたいになってきちゃうんですよね。でも、まあ、どうせなら、まだお金持ちになったことないし、その、欲しいもの全然手に入ってないし、願望もあんま叶ってないから、とりあえずそれ叶えてから考えようよっていう感じ。とりあえずお金持ちになりたいんだったらなってから考えよう。その後どうすればいいかなんて、その後考えればいいじゃんって感じです、今は。はい。そういう気持ち。ペッペペペッペッピそうだね。そんな感じかな。はい。そんな感じです。ああ。やっぱり、このスタイルいいな。その X にメモしといて、メモっていうかつぶやいといて、後でこれ見返しながら雑談すればいいなって。はい。そんな感じです。はい。なかなかと雑談に付き合ってくれてありがとう。ありがとう。まあ、今年もね、去年みたいに、汚い、下ネタ音楽いっぱい作るから。はい。なんとか頑張りますんで、楽しみにしててください。はい。こんな感じ。またね。バイバイ。またね。頑張るからね。あれだ、去年その12月のね、そのね、クリスマスの直前にお尻パラダイスのフルコーラスできて、それはすごい達成感があった。あ、よかった、完成したっていう。2023年一番頑張ったかもしれない。お前うんちのフルコーラスと、お尻パラダイスのフルコーラス。この二つはね、ほんと完成できてよかった。我ながらね、努力したなって、頑張れたなって感じです。なので、決して、だらけて終わった一年ではなかった。よかった。自分を褒めたい。ご褒美をあげたい。な感じ。今年もね、作るから。まあ、チンチンタワーと、リブステーキとブリの照り焼きかな。有力候補は。今年もフルコーラス作るからね。みんなよろちぴくね。よろちぴくね。ピクピクチクピ。バイバイ。本当のバイバイ。はい。また会おうね。バイバイ。ピース。にゃん。おまんじゅ。バイバーイ。にゃん。